県浜松市のある幼稚園。木登りをしたり綱渡りをしたり、ここの子どもたちはターザンごっこをしても叱られません。また教室でもいっぱいに七つ道具を広げて危なっかしい工作。これらはすべて子どもたちの才能を自由に伸ばす個性伸長教育だそうです。イメージを追って縦横に絵筆を振るう豆画伯かと思えば、泥絵の具をこね回す女の子もいて、気ままで愉快な勉強です。一方こちらはおしとやかな愛知県浜町の保育園。日頃のわんぱくもこの時ばかりはお菓子をそっと回します。そして食べるのもおすまし。お茶をそろりそろり運んだり、ご挨拶もどうやら一人前です。それでもお隣がちょっと気にかかります。神妙な幼稚園の道徳教育です。